国連防災世界会議とは国際的な防災戦略について議論する国際連合主催の会議。開催事務局は国連総会の決定により国連組織である国連防災機関が務めている。およそ10年ごとに開かれ国連加盟のほぼすべての国が参加して各国が取り組むべき防災や減災対策の指針について話し合う。第1回と 第2回の英賞ではリスクが入っておらず、略称も WCDR だった。1989年に開催された第44回国連総会において、1990年から1999年までの10年間を国際防災の10年とすることを採択。その中間年に当たる1994年に、横浜市で初の国連防災世界会議が開催された。 1999年の第54回国連総会では国際防災の10年を継承する新しい国際防災戦略活動を開始することを採択。以降もその中間年に国連防災会議を継続して開催し、これまでの10年の成果や課題について議論し、次の10年に向けた国際的な防災に関する枠組みを策定していくこととなった。 第3回会議からは、これまでの実務者級会合から首脳級会議へと格上げされる。1994年5月23日から27日にかけて神奈川県横浜市の横浜港未来21にて開催。会場は、同年4月25日に落成したパシフィコ横浜国立大ホールをはじめとする横浜国際平和会議場。 自然災害の防止とその備え、減災に関するガイドラインとして、より安全な世界に向けての横浜戦略を採択した。2005年1月18日から22日にかけて、兵庫県神戸市の神戸コンベンションコンプレックスにて開催。開会日は、1995年1月17日に発生した兵庫県南部地震から10年と一日後、横浜戦略の見直しと、 その完結、その後1 0年の防災に関する施策のガイドラインについて議論され、兵庫行動枠組み等が策定された。なお、2007年10月、国連国際防災戦略事務局の中日事務所であるユニスト・兵庫事務所が兵庫県神戸市に開設された。2015年3月14日から18日にかけて宮城県仙台市の仙台市地下鉄東西線。 国際センター駅周辺を中心に仙台市都心部複数会場他にて開催。開会日は2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震から4年と3日後。国連に加盟する187カ国が出席し、シンポジウム等の関連イベントには延べ15万人以上が参加。日本で開催された国際会議としては、 過去最大規模のものとなった。出席した主な要人、兵庫行動枠組みの見直しと、その後15年の防災に関するガイドラインについて、議論され、災害による死亡率や被災者数の削減目標を盛り込んだ仙台防災枠組み等が策定された。期間中の3月14日、サイクロンパムの直撃を受けたバヌアツのロンズレール大統領が、出席中の党会議の場で、 国際社会からの支援を訴えた。また、3月17日には、党会議に出席中のバヌアツ、サモア、クック諸島の各代表が揃って記者会見し、国際的な支援を訴えた。なお、東京電力福島第一原子力発電所事故や、原子力災害に関する議論が少ないことに、参加者の一部から批判が出た。 期間中に再行された無料の被災地公式視察では、被災3県の津波被災地や福島第一、原子力発電所の視察のほか、岩手、宮城内陸地震被災地、東北大学、学校や民間での防災教育、福島県の食の安全に対する取り組みなどを視察するツアーも用意された。また、東北地方の情報発信として、歓迎レセプション、東北六県の文化、 物産の紹介、有料のエクスカーションなども用意された。期間中には、一般公開事業として、青森、岩手、宮城、福島の4県で、シンポジウムやセミナーが約400件開催され、夢メッセ宮城での防災産業展江東大公園での防災広場、国際交流広場、仙台フィルハーモニー還元楽団の復興支援活動を紹介する記念演奏会など、 様々開催された。ありがとうございます。